BWF ヘビー級タイトルマッチに先駆けまして、この放送のスポンサー日華ウイスキー、伊勢農機、木桜酒造、大砲薬品工業、横浜ゴム、三菱自動車より両選手並びにレフリーに花束が贈られました。非常に静かにリングに上がりましたのがブッチャー、何やら不気味であります。これより BWF ヘビー級タイトルマッチ宣言書の朗読であります。この試合は NWA が認可し、 BWF が認定する。 BWF ヘビー級選手権試合があることを宣言する。1978年10月18日、安田のレスリングがマイアウス会長兼大臣、レスリングフェデレーション会長ロード・ブレアース。タイトルマッチの宣言が行われました。チャンピオンのビル・ロビンソン、これより銅に巻かれております黄金の PWF のチャンピオンベルトを一旦本部席に返還するわけであります。非常にこのベルトもビル・ロビンソンにぴったりムードが合っております。防衛記録を5と伸ばし、6回目のチャレンジャーがアブドラザ・ブッチャー。黄金のベルトが今本部に返されました。果たしてこのベルトをもう一度銅に巻くことができますか。そしてこのブッチャーが足掛け5年の PWF のベルトを狙っております。ブッチャーが銅に念願叶いましてベルトを巻くことができるか、じっと睨みつけております。さあ、いよいよメインイベント PWF ヘビー級タイトルマッチ、両選手の紹介が行われます。青コーナー挑戦者330ポンドのアブドラザーブッチャー、2年ぶり7回目の挑戦で念願のタイトル奪取を狙います。必勝宣言アブドラザブッチャー。おなじみ防衛記録を伸ばしております、ご存知人間風車のビル・ロビンソンであります。 NWA 公認のジョー・樋口レフリーによりまして、今ビル・ロビンソン並びにブッチャーの入念な体の検査が行われております。放送席解説山田さん、そしてゲストに先ほど狂気攻撃の鎌田を粉砕しました馬場選手においで願いました、お二方どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしく。まあ、早速馬場さんにですね、まあ、外人同士の PWF のタイトルマッチ、まあ、放送席でご覧になるのは非常にまあ苦痛だと思うんですけれども、現在はっきり言ってどんな心境でしょうか。そうですね、まあ、なんていうかこの後がですね、はい、僕ということにも決まっておりますんでね、まあ、別に焦る必要もないと思ってはいますけどね、はい、まあ、あのブッチャーがね、はい、このタイトルを狙う執念というのはもう本当に僕がチャンピオンだった自分からもうブレアスさんのところにですね、はい、選手権を申し込んでいるんですね。もう負けたらすぐまた申し込むんですね。なるほど、それぐらいもう執念持ってるんです。ブッチャーの執念が実ったということになりますね、今回の挑戦。そうですね、実に7回目の挑戦、このブッチャー初挑戦が5年前の昭和48年の6月14日川崎体育館です。当時のチャンピオン馬場選手に2対1、まあ、馬場選手が防衛に成功しております。まあ、5年間6回このブッチャーが当時のチャンピオン馬場選手に挑戦してタイトルは奪取できませんでした。7回目の正直がなりますか、ブッチャー。睨み合いです。山田さん、まあ、鎌田の挑戦をかろうじて退けましたビル・ロビンソンの体調なんですが、山田さんはご覧になってどのように考えられてますか。そうですね、あの開幕第一戦を見た限りではね、はい、まあ、ある程度調整ができてるんじゃないかと思ったんですが、対鎌田戦はですね、決していい出来ではなかったですね。ちょっとねスピードがないような気がしますね。スピードがない、はい、一方のこのブッチャーですけれどもね、まあ、非常に今回はスピードアップ、そして体も絞られてきて、まあ来日した中でも非常にいい出来上がりじゃないかという声が非常に高いですね。うん、しかしね、はい、あの厳密に調べてみますとね、本人はね自分のベストウェイトは295ポンドだということを言ってますね。そうしますとね、はい、計算上では35ポンドの体重オーバーと、この辺をねどううまくこなしていくかということなんですね。なるほど、それだけ体重が増えていても絞られているように見えるということは、うん、まあ、破壊力がかなり増強されたというふうに考えてよろしいわけですか。で、ね、逆に考えますとね、はい、ロビンソンのようなテクニシャンタイプに対しては、はい、ブッチャーはこの重い体重でですね、体重をフルに使った攻め方ができるんじゃない、
というような考え方も一つ成り立ちますね、はい、静かな立ち上がり、うん、予想いたしませんでした。このブッチャーロビンソンの今日の PWF ヘビー級タイトルマッチ60分3本勝負、まず最初の1本目エキサイトしました。仕掛けましたのがビル・ロビンソン、東洋の武術空手の格好を見せましたブッチャー。そしてこれはどうでしょう、ボクシングのスタイルを見せましたビル・ロビンソン。さあやるぞというお客様にアピールをいたしております。3代目 PWF のチャンピオンビル・ロビンソン、まあ、過去このブッチャーはですね、当時のチャンピオンでありました馬場選手と6回対戦いたしまして、いずれも馬場選手が防衛を果たしているわけですけれども、今回のブッチャーをご覧になって馬場選手どうでしょうか、出来上がりの具合は。そうですね、出来は非常にいいんですがね、あのロビンソンもね、そう思ってるほど悪くないですよ。なるほど、ですから、ただね、今このロビンソンがこのブッチャーにですね、いろんなスープレックス大技がですね、さあ かかりにくいと思うんですね。まあ、ブッチャー自身も人間風車は絶対仕掛けられてもかからないと言っておりました。地獄好きを見せます。背中に手が回りませんからね。なるほど、大きな背中です。まあ、やはりね、はい、ロビンソンの場合非常にあのオーソドックスなストロングスタイルの選手ですね、それだけにね、相手がテクニシャンであれば非常に戦いやすいという一つの考え方ができるわけですよ。ところがそのブッチャーは極端なそのラフファイトの選手、はい、となるとこういうその一体何をやり出すかわからないというようなタイプの選手はやはり苦手じゃないかと思いますね、ロビンソンにとってはね。そ そうですね、そのだから前のですね、鎌田とでも、はい、やっぱり動きが悪く見えちゃうんですね、自分の思うようにその相手がペースについてこれないわけですよね、自分が引っ張っていっても。ですから自分のペースにはまってこないからやりにくいんだと思いますね。なるほど、まあ、先ほどねちょっとあのエキサイトしたシーンがあってロビンソンがボクシングの構えを見せましたね、はい、あれはね明らかにブッチャーのペースだと思うんです。なるほど、でロビンソンがあんまりあのペースにのめり込んでいってしまうと非常に危険度が高いですね。いかにこのビル・ロビンソンが冷静に試合を運ぶか、ブッチャーのエキサイトした試合内容に引きずり込まれますとチャンピオン危うしという場面になりそうであります。そうです、もうパンチ一つ二つじゃね効きませんからね、はい。さあ頭突きを見せます。正面からビル・ロビンソンの頭を固定いたしました。そしてナックルベアパンチ、右のナックルには絆創膏がぐるぐると巻かれております。そして正面から頭突き、非常に今日のブッチャーが冷静に試合を運んでますね。そうなんです、私も今ね、それを指摘しようかと思ったんですよね、実に冷静ですね。やはりタイトルをね取ろうという執念ですよ。タイトルを取るためにはね、もう下手にエキサイトしてね、アリさん反則でも取られたら大変ですからね、はい。まあ、過去のブッチャーですとリングに上がるや否や相手の胸元をめがけて突進するわけですけれども、今回は静かなリング登場、そしてビル・ロビンソンを相手に冷静に試合を運んでおりますアブドラザ・ブッチャー。まあ、先ほども馬場選手から話が出たんですが、本当に5年間じっとこのタイトルを狙ってきた男ですからね。エルボースマッシュです、チャンピオンビル・ロビンソン。そして膝を打ち当てました。ちょっと動きの方、ビル・ロビンソンの方がエキサイトしてまいりました。そしてショルダーのネックブリーカーの体勢です、ゆっくりと固定しました。さあここから入ります、ゆっくりとショルダーのネックブリーカーに入りました。150kg はいいですね。これはいいですか、これはいいです。そして膝を落とします、カウントが入った。最初のカバーはチャンピオンビル・ロビンソン。しかしこれぐらいではなかなかブッチャーもタフが心情であります。倒れません、喉元苦しそうであります。一方のビル・ロビンソン、はい、エルボースマッシュ程度じゃちょっと効かないでしょうね。その後にニーバットを見せましたけども、ニーバットがうまく、ね、顎を捉えればこれはある程度効果あると思いますよね、はい。まあ、それから東亜鎌田にたびたび見せましたショルダーバスター、あるいはちょっと変形のパイルドライバー気味な攻撃、今日はどうでしょうか、このブッチャーには効くでしょうかね。鎌田とブッチャーでは またウェイトが もっとありますからね。姿勢を発しましたブッチャーであります。今のは顎を狙ってのパンチですね。こういったいわゆる前のお客様にアピールをして自分自身ファイトを促すということは
ややもするとちょっとオーバーヒートエキサイト気味になる恐れもありますね。そうですね、その危険性はありますね。不気味です。地獄突きを見せましたブッチャー、姿勢を発しました。しかし試合内容は非常に冷静に1本目運んでおります。アブドラダ・ブッチャー早い攻撃だ。エルボースマッシュ、トップロープにもたれかかりました。アブドラダ・ブッチャーロープに飛ばした。何が待っている。ダブルチョップ胸元に炸裂です。自らまたロープに飛んだ。今度はエルボーを胸元にえぐるように見せました。ビル・ロビンソンであります。しかしまだまだブッチャー余裕のあるような表情がうかがえます。ロープに飛びましたビル・ロビンソン。おっとこれは自らタイミングを外してそのままジャンピングのエルボーだ。ジャンピングのエルボーを見せました。この攻撃がなかなか東亜鎌田の一戦では功を奏していました。ワンハンドの左の腕のワンハンドバックブリーカーカバーに行った。さあどうか、カウントは3、1本目鮮やか、チャンピオン1本目選手であります。あまりもあっては1本目、いやーやりますね、やりました。チャンピオン重いですね、ブッチャーをね、ワンハンドバックブリーカーですからね、これはたまらないです。鮮やかに1本目チャンピオンが選出しましたが、馬場さん、こういったダメージ、ブッチャーがかなり色濃く残ってるようですか。そうですね、はい、まあ、ブッチャーもこういう技を食ったことはないでしょうからね。あ、ちょうど背骨のところですね、はい、背骨はね、はい、痛いだけじゃなくてね、相当スタミナ面にも影響してくるんじゃないでしょうかね。その前にしました2連発のジャンピングエルボースマッシュ、そして左の腕のワンハンドバックブリーカー鮮やかに炸裂、ブッチャーを1本先取しております。1本目はビル・ロビンソンが先取であります。1分間のインターバルの間なかなか立ち上がることができませんでした挑戦者のアブドラダ・ブッチャー。一方の一本選手チャンピオンのこのビル・ロビンソンは軽快なフットワーク、2対0の完全勝利を狙っております。 PWF 3代目チャンピオンビル・ロビンソン、トーキックです。まだまだこのニュートラルコーナー、いや自分のコーナーでうずくまったまんまでありますアブドラダ・ブッチャー。立ち上がり冷静な試合運び、このビル・ロビンソンを願わくば破りまして念願のタイトルを狙いたいところのブッチャーでありましたけれども、ちょっとこのビル・ロビンソンに攻撃を食らっております。バックを取りました。そしてワンハンドバックブリーカーで痛みました背骨のあたりにショルダーの攻撃、エルボーの攻撃であります。両耳を使いました。ビル・ロビンソン非常に素晴らしい動きを見せております。山田さん、本当にこのチャンピオン動きがいいですね。そうですね、はい、やはりあの1本持ち上げました。1本取ったことでね、はい、調子が上がってきましたね。馬場さん、どうですこのブッチャー1本目取られましたけれども。そうですね、まだ弱ってはいないようですがね、はい、さあまたもやワンハンドバックブリーカー、さあ完全勝利2対0なるか。ビル・ロビンソンカバー、左足、いや右足がサードロープに乗りました。この辺がね、はい、あれだけカウントをしっかり数えて右足がロープに伸びてるってことはまだ参ってないですね。冷静にその辺、自分の位置を判断できる余裕があるわけですね。そうなんですよね。飛ばしていますのが3代目のチャンピオンビル・ロビンソン。日本にやってきまして5回目の防衛は東亜鎌田を打ち破りました。そして6回目の防衛、今日はアブドラダ・ブッチャー、黒い恐怖の攻撃を粉砕しておりますチャンピオンのビル・ロビンソン。頭に攻撃目標を絞ったようです。またもやランニングエルボーバット、頭に炸裂。これはね、頭狙っても無駄ですよね。無駄ですか。あっと鮮血です。真っ赤な鮮血、ギザギザのブッチャーの額から真っ赤な鮮血が見られました。やはりあの古傷のところですね、キックが決まるとね、あすごいですね。血が滴り落ちます。しかしブッチャーはこの鮮血を見ますと非常に燃える男であります。カバーに行きました。1本目はチャンピオンが先取、2対0完全勝利を狙います。ビル・ロビンソンの攻撃がなかなか鮮やかであります。しかしこの PWF のベルトを挑戦者のアブドラ・ブッチャーは実に5年間、5年越しの夢であります。執念はなかなかのものがあります。そのギザギザの額に右のナックルベアのパンチ攻撃、
返り血を浴びましたビル・ロビンソン、お腹のあたり、そして右手も真っ赤、あーっとすごい鮮血であります。果たしてこの鮮血、ブッチャーの闘志を呼び起こすことができますでしょうか。相当激しい出血ですね、ボタボタ落ちてますね。血は出てもね、はい、頭を狙うことは無駄ですね。無駄ですか。無駄っていうか、僕はまあ経験でね、はい、彼が血を流してね、はい、血が出てきてもね、頭狙っても効かないですね。全くそれは思ったより効かないということですね、やはりこのブッチャーと6回の PWF のタイトルマッチ経験しておりますジャイアント馬場選手の見解でございますが、その辺ビル・ロビンソンがどのように考えているでしょうか。しかしビル・ロビンソンは攻撃目標を頭に絞っていたようであります。やはりね、はい、相手が血を流すからどうしてもそこを狙ってしまうことになるんでしょうね、もうそれよりね、後ろへ回ってね、ひっくり返していった方がロビンソンならできますからね。なるほど、そういう攻撃の方がいいと思いますね。1本目を取りました、背骨へのワンハンドバックブリーカーの攻撃を続けた方が、はい、チャンピオンには有利ということですね。前を狙っていってもね、非常にそのボール硬いですからね、はい、割合にボディもしっかりしてますからね。ブッチャーのこのこれがね、はい、これがブッチャーの得意なところなんですよ。こうやっておいてパッと逆転するところがね、なるほど、しますよ、こうしまいに。本部席に鮮血、真っ赤な鮮血のブッチャーがうずくまっております。リングの中はロビンソン、大きな歓声に応えております。さあ、この辺の試合の流れを左右する空間でしょうか。まあ、この鮮血を見ますとブッチャー闘志が湧き上がってきます。過去の例があります。本部席の硬い椅子の上にブッチャーの額を持っていきました。そしてエプロンに、いや強引に中に入れました、チャンピオンのビル・ロビンソン。一本選手絶好調でありますが、さあどうか、地獄突きだ、地獄突きだ、あっとっと、セカンドロープとサードロープにビル・ロビンソン、チャンピオンの左の足首が捕まっている。そしてその左の膝のあたりに攻撃目標を絞りました。あーっと、ガゼンラッシュであります。ガゼンラッシュ、挑戦者ブッチャーの攻撃、速い攻撃です、続き攻撃、痛めておりますビル・ロビンソン、左の膝のあたり黄色いサポーターがついていますが、続き攻撃であります。これは逆さずり、はい、あれだけ伸びててもやっぱこれは元気出しますからね。速いですね、攻撃が。サポーター、真っ黄色のサポーターに赤い鮮血がついています。膝に続きですね、はい、そうですか、逆さずりになっています。ビル・ロビンソンの顔がもう逆さずりで、真っ青だというようなレポートが入っておりますけれども、さあその左の足首、そして長い間逆さずりになりますと、まあ、血の流れが逆ですのでね、そうですね、はい、非常に苦しいでしょうね。あ、今全日本の若手によりまして、セカンドロープ、そして、サードロープの間にありました、あ、これです、ビル・ロビンソンの表情、あっと左の膝の攻撃がかなり痛めつけられたようです。膝を随分やられてますよね。まあ、ビル・ロビンソン、膝はもう持病ですからね、しかしこの膝でワンハンドバックブリーカー、あるいは人間風車といった技を過去何発も連発しております。リングの中に入れません。おっと、リングアウトですね。ここでゴングが鳴ったようですね。ロビンソン選手の、ね、左の膝が完全に痛められましてね、足がかからないんですね、エプロンに。それで這い上がる力がなくなってるわけです、はい、ということはここでゴングが鳴りまして、今正式にリングアナウンサーから、あー、カウントアウトですね。カウントアウトでブッチャーの勝利が宣告されました。これはちょっと痛いダメージです。1対1となりました。 PWF のタイトルマッチ、リングの中余裕を持って外のこのロビンソンを見つめておりますブッチャー。ちょっとロビンソンが深追いしたような感じですね。そうですね、やはりちょっとあのブッチャーのペースにですね、巻き込まれたという感じですね、はい、ロビンソン選手のカウントアイドが捉えたんですがね、大量の包帯が持ち込まれましてね、左の膝に今ぐるぐる巻きにしています。ということはどうですか山田さん、1対1となりましたけれども、3本目ちょっとこのロビンソンが危うし、チャンピオン危うしというような感じですね。そうですね、もしあの戦いを続行する力がなければ、これは偉いことになりますよ。予期いたしませんでした。本日のビッグカード PWF ヘビー級タイトルマッチ、防衛記録を着実に5と伸ばして6回目の防衛戦はこのブッチャーと栃木県の体育館満員の中で行われておりますけれども、1対1、膝を痛めましたビル・ロビンソンであります。
これはたまりません。ちょっと左の膝を抱えました。また倒れました。試合続行なるかどうか危うしであります。チャンピオン、さあどうですか。はい、松永さんね、はい、非常に苦しい表情ですね。あの、はい、左足があのエプロンサイドに上げようとしてるんですが、なかなか上がらないんですね。ということは本当にこの後3本目のゴングが聞かれるかどうか、それも危うしということですね。ちょっと心配ですね。エプロンにいます。セカンドロープをまたいでおりますのがブッチャー、リングの中にいます。これでね、そしてリングの中に上がりますとね、はい、またリングある程度揺れるでしょ、振動があるでしょ、そうするとねもう本当に動けなくなるんですね。あのバランスが取れなくて、その振動のバランスをキープするのが膝の力ですからね、まあ、僕は去年ねニュージーランドでそれをやったんですよ、もうリングがね動くとね、ちょっとでも振動するともうバランスが取れなくなっちゃうんですね。さあそこで3本目ゴングが鳴りました。ゴングが鳴っております。 BWF のヘビー級タイトルマッチ、チャンピオンビル・ロビンソン6回目の防衛戦であります。3本目のゴングが鳴りました。さあまたもやリングを後にいたしました。チャンピオンのビル・ロビンソン、防衛記録を伸ばすことができるかどうか。1対1であります。余裕を持っています。挑戦者のアブドラ・ブッチャー、実に初挑戦の昭和48年6月14日ジャイアント馬場選手に負けて以来、馬場選手チャンピオンには6連敗、そして5年越しの夢が今この栃木県の体育館満員5000人の観衆の中で実現できるか。ブッチャー、さあ執念だ、男の執念、エルボーとチョップの連発攻撃。ビル・ロビンソン、しかしまたもやリングのキャンバスにうずくまりました。トーキックであります。ブッチャーの執拗な攻撃、これで山田さん、がぜんブッチャー非常にいいムードで3本目を迎えることができましたですね。非常に今のところあのコンディション的には有利ですね。危ないですね、ロビンソンは。チャンピオン危うしであります。チャンピオン危うしであります。ブッチャーの攻撃、完全に足を狙ってますね。足に集中攻撃ですね。なるほど、この攻撃はいいわけですね。痛めました左の膝、その膝を中心に攻撃を加えております。挑戦者のアブドラ・ブッチャー、5年越しの夢が可能、実現いたしますでしょうか。アブドラザ・ブッチャーであります。 PWF のベルトは初代ジャイアント馬場選手が実に38回という防衛記録、そして2代目は東若又、3代目はこのビル・ロビンソンが防衛を5回と伸ばしております。そしてこのチャレンジャーでありますブッチャーがチャンピオンビル・ロビンソンを破りますと、PWF の4代目のチャンピオン、ニューチャンピオンが誕生するわけですが、ワンハンドバックブリーカー、体勢に入った、どうだどうだ、あっと痛めた左の膝だ。これは墓穴を掘ったようでありますが、痛めた膝の上に落としましたね。そうですね、立ち上がることができません。150キロになろうとするブッチャーの全体重を痛めました、実に痛めました、左の膝に乗せました。しかし男ビル・ロビンソン、執念があります。人間風車の元祖ビル・ロビンソン、執念だけでブッチャーと戦っているようであります。ブッチャーの頭突き、必要にこのロビンソンの左の膝を痛めております。チョップで逃れたい、セカンドロープ、そしてサードロープに体を預ける、しかしなかなか立ち上がることができません。ブッチャーの攻撃が続いております。最後に笑う者は俺だというふうに豪語しておりましたブッチャーでありますが、3本目いい試合内容でこのロビンソンを痛め続けております。さあゴングを、おっとレフリーのジョー樋口はゴングを要請したようであります。そしてチャレンジャーのブッチャーの左の腕を上げました。ここで4代目ニューチャンピオンが登場、実現したようでありますが、おっと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 、おここでさあレポートを入れてください。ジョー樋口レフリーがレフリーストップをかけました、はい、前代未聞のタイトルマッチですね。レフリーストップです。4代目のニューチャンピオン、 PWF のチャンピオンが誕生したということですね。はい、ここで正式に発表をされたわけであります。 PWF のベルトは4代目のチャンピオン、ブッチャー誕生であります。なるほど、こういうことですね。
レフリーのジョー・樋口、3本目レフリーストップをかけましてチャンピオンのビル・ロビンソン1対1の後3本目を失いまして、アブドラ・ブッチャーが PWF の4代目のチャンピオンになったわけであります。これはどうですか、まあ、山田さん、よく知ってますか。この場合のね、はい、まあ、ロビンソンはもっとやりたいような、ちょっとレフリーの判断も早かったように思いますね。もう執念でまだまだやれるというような表情を見せてますよね。しかしね、ほとんど立ち上がれない状態ですからね、はい、まあ、レフリーストップもやむを得ないかもしれませんね。やむを得ませんけどもね、はい、やむを得ないという放送局の馬場さんですが、まだまだ3代目のチャンピオン、前チャンピオンと申しましょうビル・ロビンソンは試合を続けたい。一方のニューチャンピオン4代目のブッチャーはご覧のように不敵な笑いであります。この笑いは一度見たことがあります。チャンピオンカーニバルで優勝したあの札幌のリング上で見せた笑い、あれと全く同じものであります。はい、勝負にならない、こういうところでレフリーストップをかけたようです。ジョー樋口の展開はファイティングポーズを取ろうとしてもビル・ロビンソンが取れないというところで3本目ブッチャーの勝利を宣告したというような、今倉持アナウンサーのレポートが入りました。さあこれはどうですか、ブッチャーが非常にこのビル・ロビンソンにどうだ、星けら取ってみろ、立ってみろというような感じですね。挑発してますね。挑発しています。しかしこの不敵な笑いは何を意味しているものでありましょうか。実に昭和48年の初挑戦以来5年越しの夢が実りました。念願の PWF のベルトをその太い胴に巻きつけることに成功いたしました。さあこれでね、ブッチャーです、はい、ブッチャーがチャンピオンになってくるとね、今後の展開が非常に面白くなってきましたね。馬場、ね、選手どうですか、はい、そうですね、これはね、もう今日早速本部に電話を入れてですね、はい、ブッチャーが日本にいるうちにですね、ロビンソンと交渉して、ね、僕はやらせてもらうという権利を大至急取りたいと思いますね、まあ、ロードブレアース会長をと放送席の馬場に唾をかけました。ブッチャーであります。ロードブレアース会長はですね、まあブッチャーが新チャンピオンになりますと挑戦の第一コンテンダーはロビンソンにあるというように言っておりますが、どうですか、これはロビンソン試合できるんですかね、こんなことで。まあね、できるできない別にして、はい、ロビンソンがこのブッチャーが日本にいる間にもう一回日本に来るというならね、僕もまあ下がりますけども。なるほど、日本にいる間にですね、本人が来れなくて権利を、まあ、くれるというならですね、はい、ぜひそういうふうに持っていきたいと思いますね。なるほどね。